こんにちは、皆さん。今日はアフリカ州の経済について、特にモノカルチャー経済とフェアトレードの特色と課題に焦点を当てて探求します。準備はいいですか？それでは、始めましょう。この授業では、アフリカ州の産業の実態、モノカルチャー経済の特色と課題、フェアトレードの意義と実践、そして未来への展望について詳しく探求します。アフリカの産業の実態とモノカルチャー経済。アフリカ州の経済は農業、工業、観光など多岐にわたります。しかし、多くの国が特定の輸出品に依存するモノカルチャー経済です。モノカルチャー経済とは、一つまたは少数の産品に経済が依存する状態を指します。これにより、価格変動に非常に敏感で、経済の不安定性が高まります。モノカルチャー経済の特色と課題。モノカルチャー経済の特色は、特定の産業に重点を置くことで、その産業の効率化と生産量の増加が見られることです。しかし、価格の変動、環境への影響、労働条件の問題など、多岐にわたる課題が存在します。特に、世界市場での価格変動は、経済全体に大きな影響を及ぼすことがあります。モノカルチャー経済の特色。効率的な生産。モノカルチャー経済では、特定の産品に焦点を絞るため、生産の効率化が進みます。技術の専門化、規模の経済、市場へのアクセスの強化などが可能になります。輸出の増加。特定の産品に特化することで、その産品の輸出量を増やすことができます。これにより、外貨の獲得が促進され、経済の成長が期待されます。産業の発展。特定の産業の強化により、その産業に関連する研究開発、技術革新、雇用創出などが進展することがあります。モノカルチャー経済の課題、価格変動のリスク。特定の産品に依存する経済は、世界市場での価格変動に非常に敏感です。価格の下落が起きると、経済全体に深刻な影響を及ぼすことがあります。環境への影響。一つの産品の大量生産は、土地の乱開発、水資源の過剰利用、化学肥料や農薬の過剰使用など、環境への悪影響をもたらすことがある。社会的な偏り、特定の産業の強化は、その産業に従事する人々に利益をもたらしますが、他の産業や地域、社会階層に対する格差を拡大することがあります。経済の脆弱性、病気、気候変動、市場の変動など、特定の産品に対するリスクが経済全体の脆弱性を高めることがあります。持続可能性の問題。長期的には、特定の産品に依存する経済構造は、持続可能な発展の障壁となることがある。多様な産業の育成とバランスの取れた経済構造が求められます。フェアトレードの意義と実践。フェアトレードとは、生産者に公正な価格を保障し、持続可能な開発を促進する取り組みです。特にモノカルチャー経済からの脱却に向けた重要な手段となります。フェアトレードは、生産者の所得の安定化、地域社会の発展、環境保護など、多岐にわたる効果をもたらします。アフリカ諸国におけるフェアトレードの事例や、その取り組みの成果について詳しく見ていきましょう。コーヒー産業のフェアトレード。エチオピアやウガンダなどアフリカのコーヒー産地では、フェアトレードが生産者に公正な価格を保障し、地域社会の発展に貢献しています。教育、健康、水供給などのプロジェクトが進展しており、生活の質の向上が見られます。カカオ産業のフェアトレード。ガーナやコートジボワールなどのカカオ産地でのフェアトレードは、農民の所得の安定化と子どもたちの教育の促進につながっています。子ども労働の削減や女性のエンパワーメントも進展しています。 T 産業のフェアトレード。ケニアやマラウイなどの T 産地では、フェアトレードが農民に技術支援と市場へのアクセスを提供しています。これにより品質の向上と生産量の増加が実現し、地域経済の活性化が進んでいます。手工芸品のフェアトレード。南アフリカやセネガルなどで、手工芸品のフェアトレードは、地域の伝統と技術の保護と発展に貢献しています。地域の文化を尊重しながら、国際市場へのアクセスが拡大しています。フェアトレード認証の普及。
フェアトレード認証は、消費者に対して生産者への公正な取引が行われていることを保証します。アフリカ全体でフェアトレード認証の取得が増え、消費者の認識と支持が拡大しています。地域協同組合の強化。フェアトレードは、農民や職人の協同組合を強化し、彼らの交渉力と経済力を向上させています。組合を通じて、技術の共有、資源の効率的な利用、市場へのアクセスなどが促進されています。未来への展望と解決策。アフリカ諸国の経済発展には、多様な産業の育成、教育と技術の強化、国際協力などが必要です。以下の点について、詳しく探究しましょう。多様な産業の育成。モノカルチャー経済からの脱却には、産業の多様化が不可欠です。農業、製造業、サービス業など多岐にわたる産業の発展と連携が求められます。新しい産業の創出や既存産業の強化により経済の安定と成長が期待されます。教育と技術の強化。アフリカの青年たちへの教育投資は未来のリーダーを育成する鍵です。科学、技術、工学、数学、STEM などの分野での教育が産業のイノベーションと競争力の向上に寄与します。フェアトレードと持続可能な開発。フェアトレードの推進は生産者への公正な報酬と持続可能な開発を促進します。地域社会の発展、環境保護、労働者の権利保護など広範な効果が期待されます。国際協力と地域連携。アフリカ諸国間の連携と国際社会との協力が経済の発展と安定に重要です。アフリカ連合 AU などの地域組織が果たす役割、国際機関や他国との協力による支援など多岐にわたる取り組みが進行中です。女性のエンパワーメント。女性の経済参加とリーダーシップの強化は社会全体の発展に貢献します。女性向けの教育、資金提供、職業訓練など女性のエンパワーメントに向けた取り組みが進展しています。これらの展望と解決策はアフリカ諸国の経済の持続可能な発展とモノカルチャー経済からの脱却のための道筋を示しています。未来の展望を明るくするための方策を一緒に探求し、実践的な解決策を模索することが次世代のアフリカの発展につながります。まとめ、アフリカ州の特定の輸出品に依存する経済は多くの特色と課題を持っています。モノカルチャー経済の理解、フェアトレードの取り組み、そして未来への展望について多面的、多角的に考察し、解決策を試行することができました。皆さん、今日の授業にご参加いただきありがとうございました。アフリカ州の経済に対する理解が深まったことを願っています。次回もさらに興味深いテーマ性を探求します。それでは、さようなら。